リオネル・デスクリーは、ベルギー人実業家。声優最高経営責任者兼ウォルマート、ジャパンホールディングス最高経営責任者。ベルギー出身。2001年ルーバン・カトリック大学卒業、経済学修士。2002年フレデリック・ビジネス・スクール卒業、財務マネジメント修士。デルハイツグループで、アメリカ合衆国先海岸のスーパーマーケット1600店舗の、 統括などに従事した。その後、2018年まで、トムコー CEO を務め、2019年3月15日付で、声優及びウォルマートジャパンホールディングスの最高経営責任者に就任。在任中、コールバーグ・クラビス・ロバーツ及び楽天への声優株式の売却にあたり、2021年にウォルマートに復帰した。リオネル・デスクリー合同会社。 声優ウォルマートジャパンホールディングス株式会社社長兼最高経営責任者ウォルマートジャパン声優 CEO にデスクリー氏欧州ペット関連企業元 CEO 朝日新聞デジタル2019年1月21日一声優リオネルデスクリー CEO 価格政策と地域密着戦略最上場について語るダイヤモンドチェーンストア オンライン2020年9月18日5時55分、ハット KKR、楽天、ウォルマートから、声優株式85%を、取得流通ニュース2020年11月16日、声優の CEO に、元セブン大ークボーツネオ資源社長は、米ウォルマート復帰時事通信。ありがとうございます。